今日もね、マリオメーカー2やっていくよ。よろしくね。今日やるコースはこれ。ユーマパワーくんが作ってくれた、ゴールがないスピードラン。ゴールが見つかるまでスピードランですね。クリア率1000分の3で 0.2%、0.3% ですかね。お願いいたします。行きましょう。スタート !3段じゃーん。ベストタイムが16なのが気になるね。OK、いけた。ほい。ベストタイム16秒ってどういうことだろう。もう、ここゴールだよね、そしたらね。でもこれ入りようがないな。16秒っつったら、もう今ゴールなのか。でもまあ、ちょっと早すぎるよな。まずはドアなんだろうな。オフ切り替えたとして、オフ切り替えて、まずい。なんか入れそうだな。あ、入れた。キノコある。あ、このキノコ取ってゴールだ。うわー、分かっちゃった。分かっちゃった。音符の隙間に入ることができない。でもちょっと待って、むずい。あ、バネ消えてるし。オッケー。こうでしょ、こうでしょ、ここにゴールじゃない。え、そこにゴールだと思った。ってことはボム兵持ってくるんかな。そうだね、氷ブロックのとこに食い込んでるな。こう、オッケー、持っていってキノコ取って、おー、すげー、ゴールですわ。そういうことです。今日ちょっと冴えてるな。やばいね。いいね。まさかの謎解きコースからのスタートでしたね、今日は。これちなみに全体像はどうなってるんですか。ドア入って上のとこに来て、この上のドアに、真ん中上のドアに入って、多分左下のドアに出てくるのかな。でしゃがみくるんして、またドア入って、次どこに繋がってんだこれ。一番左上のトゲのドアのとこに繋がってんだ。だからやられちゃうよってことだ。だから正解はこれなんだ。なるほどね。次は小6のトビオくんのコースをやります。いろんなコース作ってくれてるみたいなんで、ちょっと探してみようか。あ、これ面白そうじゃない。いろんなドアの入り方、クリア率 0.7%、 かなりむずそう。ただ入るだけじゃつまらない。例えばパウを落としてその上に乗っかってドアに入るとか、空中のドアに入るとか、そういうことですよねー。オッケー。グラコロ、グラコ、これめっちゃむずいな。いやー、ダメでした。めっちゃむずいや。ほぼピンポイントで入んなきゃいけないのが超むずい。いや、今のもダメかー。難しいなんてもんじゃねえぞ、これ。こんな。おー、うまーい。うわ、もっと難しくなったね。わかった。あ、待って、これ入れない。戻っちゃダメじゃね。ナイス。これ。ここだな。うますぎ。そういうことよ。うわー。あ、でもこれはさ、そのうち入れると思うんだよな。一発で入れたら最高だったけど。ほい。ポーン、ポン、ポーン、ポーン。あー、落ちちゃったー。めちゃめちゃいいコースだね、これ。すげえ楽しいんだけど。なかなかこういう、うおー楽しいってコースには、巡り合えないよね。これは余計なこと考えずに直で入った方が多分強いな。うん、そういうことですね。うん、そうですよ。おー、セーブポイントありがてえ。おー、これは敵の上乗れますよってことだよね。オッケー。これもね、手前からもう乗っちゃうとかじゃなくて、もう最初から乗り切っちゃうとか強いっすね、これね。はい。オッケー。で、2回食らって、これ急に速くなるよーってことなんだけど、上ボタン押しとけばね、入れるんで、これは。ほい。初見殺しだけやめてください。あ、よかった。これはちょっと難しいけど、ちょっと上に上げて、ってことだよね。完全に上まで上げちゃって。むずいな。オッケー。下げ切っちゃって、入るが正解だったね。GG。おぉ、やったー。どれが一番難しかったかなー。やっぱ P かな。そうだね、P のところが一番難しかったなー。ナイスアイデアコース。めっちゃ楽しい。小学4年生の和尾リリリリリリルルくんが作ってくれた200秒スピードラン。200秒スピードラン、ダッシュし続けろですね。よろしくお願いしまーす。赤コインいっぱい置いてあるね。あ、なんか嬉しい。さあ、鍵ドアに入っていき、あ、あれ鍵ドアに入って、行きましょう。あれ、どっかに鍵ドアあったような。ああ、そういうことか。被っていく。踏んでいく。被っていく。オッケー。一個被っちゃって。
ズルしていく、気持ちいい、オッケー、ほい、やった、中間ある、珍しい、はい、ハグ投げて、しまった、ファイヤー取れなかった、まずい、今またズルできそう、やめてーやられたー、そうか、中間からか、こういうことですよね、つまりね、いいの、こういっちゃって、どうなん、ポーン、いけた、いけちゃった、外ができちゃった、さあ続きやっていきましょう、降りて OK、 オフ切り替えて、左に流れて OK、 下トゲありそう、大丈夫でした、これサムネのとこだ、はい、なんか入れそう、入れそう、入れない、入れそう、入れない、入れなかったです、ありがとうございました、スターランっぽーい、いくぞー、隙間入って大丈夫だよね、これくらいの隙間なら大丈夫なはず、うわースタいっぱいある、これは勝ち申した、よいしょー、ねえこれでゴールなんじゃない、そうだよね、上のとこにつなが、あおーというコースでございました、ありがとうございました、クリア率1000分の50、約 4% ですね、あなただとできないです、頑張ってね、目の前にゴールがあるんですけどね、コインがないからクリアできないですね、というとやっぱりこの隙間にコインがあるんじゃないかな、そうだよね、あ、でも、困りましたね。こうなるとクリアは絶対できないよね。さあ、この透明ブロックをどうやって下の隙間に入らずに取るか。そんなことできないよね、でもね。ほんのちょっと降りたとこで壁キックしてもダメっすもんね。そうだよね。今みたいな感じでやってもこうやって下に落とされちゃうんだよ。さあ、困りましたね。そうなると隠しブロックでしょうね。ここにある隠しブロックは、例えばヒップドロップとかしても、見ての通り出すことはできないんだよね。こんな感じでね、やっても出せないんですよ。3D スキンだったら、猫だったらこれ引っかくことでここの隠しブロック出せるけど、これはニューマリスキンだからそれができない。だから隠しブロックがどっかにあるはず。ないね！全部探したけどないね。そうなるとじゃああれかな。もうここは勝負ですね。三段ジャンプですね。あたたたたた！あたたたたた！ちょっと待ってね。どうしようか。じゃあこうかな。こうかな。あ、バー！爆発もろて。分かっちゃったー。1、2、3、うん、この辺でいいよ、ほい、やったー、クリアー、謎解き成功、サスケ2010年春第25回大会、結構古いな、13年前か、この時って優勝者って言わないか、達成者出た回かな、ほう、なるほど。この時のサスケ俺見てないかもな。ほっ。これやばいんじゃない？時間大丈夫ですか？これね、バルーンでバイーンってなったら多分ね、上行ってダメになっちゃうやつ。だよね、そうだよね。サスケだとどういうギミックなんだろう。こんなガリガリ使うやつあったっけな。あ、これ食らっていいのか。オッケー。上に登るやつ。これ YouTube とかにあるかな？ないか。テレビでやってて。あー届かないかも、なるほど、奥でジャンプしなきゃいけなかったんだ、左足右足左右足左足みたいな感じで飛ぶやつあるよね、多分それだよね、これね、これが再現がわかんねえんだよな、バルーン使ってこれどうなってんだろう、こんなやつあったかな、2010年春のサスケとかって見れます、第25回大会って調べたら出てくるかな、あ、これいいんだよね、食らっちゃってね、ここでね、 OK、 そうだ、上まで行かなくていいんだ、でも、うん、ここ完璧で、下通って上も行けるよってこと、上のが早いよ的なね。でも下も行けますよってことだよね。OK。で、上がって上がって、反り立つ壁来るかな、あ、ファーストステージだったら反り立つ壁ない危なえ、サスケってこんな難しいっけいや、サスケ難しいか。これは、すっぴんできます。はい、はい。鍵が必要ですよ。ね。ポンポン。ポンポン。ポンポン。大じゃーん。これ鍵取っちゃダメですよ。だったら罪なんだけど。大丈夫ですね。大丈夫ですね。あー、今のはなんかわかる気がするな。サスケのさ、名称は出てこないんだけど、一つ一つのギミックにさ、名称あるじゃん、サスケって。その名前はちょっと出てこないけど。これは何？どういうこと？あ、反り立つ壁だ。すげえ！わあ、うわあ、ダメでした、やり直し。
反り立つ壁、こうやって表現したか。頭いいな、これな。ふっ、オッケー、いけたー。反り立つ壁とかやってみたいよな。あぶね。あー、届かなかったー。これだよな。みんな学生の頃の、よいしょー、夢なんでした？ほっ、しゃがんどく。怖すぎ。飛ぶんだよね、右にね。あ、飛ばなくていいんだ。俺ね、サスケ全国制覇でした。サスケ完全制覇でした。高校の時の夢が。みんなの夢を教えてください。何これ、どういうこと？こういうこと？あ、いけた。あ、すごい。いける、ここ。わーい。やったー、ゴールだー。では最後、120秒スピードランやってみましょうか。0.8% でしたね。250分の2かな。よーし、行きましょう。危なっ！ OK。タイミングが噛み合わなかった。三段ジャンプっぽいよな。OK。三段じゃなくていいな。あ、ここなんかすげえ楽。一回上乗んのか？これ、それともロスか？これは。大丈夫か？前が見えません。往復が切り替わってるな。パーン。パーン、パーン、パーン、こんなゆっくり言っていいのかな？パーン、パーン、あーお、あーか。オッケー、さあ、着きましたね。こんなゆっくり言っていいのかな？あ？お、あぶね！うわー、やられた、最悪！オッケー、2周目ってことでいいのかな？鍵2つ持ってこれましたけど、ここもなんかやっぱ違う気するんだよな。いいのかな、なんか違う気がする。さあ残り57秒ですね。ここ結構ゆっくりいくことになるかな。パンパンパン、ちょっとだけ OK、 ちょっとだけゆっくりいったけど早くいった。日本語がぐちゃぐちゃ。これ、鍵二つ持ってきたけど、これで合ってんのかな？あー、よかったー。正しかった。さあ、鍵二つ使い切りました。え？あ、コン？待って。うわー、なんかグダった。もう、やめてー。さあ、帰ってまいりました。ツルツル床だからやりづらいんだよな。だから、息をつけて出ちゃって、一応、上から行こうか。コードが足りない可能性。あぶねえ。わっしょー、オーケー、どこ入っていく。残り37秒。あ、まずったな。あ、食らってからいけた。よかった。ワンチャンやり直し聞く？ポンポン。はいはい。はいはい。はいはい。落ち着いて。いけるよ。あぶねえ。今スピン入れてなかったらダメだったから。あぶねえ。ナイス。やったー！クリアできたー！お疲れ様でしたー！